非常に治安が悪いから契約アーティスト様なんですけどね。そうそうそう、まあ下北だったらいいんじゃないかな。やっぱり DJ 文化っていうのがライブハウスとこう融合していくっていう歴史があるんです。決定的に違うのは、うん、売れた時にはインディーの方が絶対いいです。